2006年の福岡ソフトバンクホークスでは、2006年の福岡ソフトバンクホークスにおける動向をまとめる。2006年の福岡ソフトバンクホークスは、大貞治監督の12年目のシーズンである。2004年2005年とシーズン勝率1位ながらも、プレーオフ敗退という屈辱を味わったチームは、1997年、依頼制保守を務めせんのようでもあった、が、 MLB のシアトルマリナーズへ移籍。開幕前は成績低下が予想されていたが、4月を16勝12敗1分で終えると、その後勝ち星を重ね、西武や札幌移転3年目の日本ハムとシーズン終盤まで首位を争った。チームは7月6日から病気療養のため大沢春監督が休養に入っており、森脇康二ヘッドコーチが監督代行を務めたが、 4年連続の勝率1位は、ならず。それでも、プレーオフ圏内の3位に滑り込んだ。プレーオフでは、2003年以来3年ぶりの、日本シリーズ進出をかけ、まず、ファーストステージで2位、西部と対戦。初戦こそ落としたものの、第2戦、第3戦と打線が爆発し、日本ハムの末セカンドステージに進出を決めた。しかし、そのセカンドステージでは、 打線が日本ハム投手陣の前に沈黙。最後はエース藤和美の奮闘を虚しくさよなら負けを起死し、斉藤はマウンドでひざまずき泣き崩れた。試合後、森脇監督代行は、斉藤はよく投げた。けど、打線がもう少し奮起してくれたらと斉藤をかばった。最終的に3年連続のプレーオフ敗退となり、胃がんからの復帰を目指す王に、 日本一を見せることはできなかった。ありがとうございます。